世界の始まり、あげない。どうもガバちゃんです。どうも、どうもだ。今日なんですけど、タイトルにもある通り、27歳、童貞ホームレス、突していきたいと思います。誰だよね。ね、ちょっと、まあ、その人、郷田中っていう名前で、なんか YouTube やってるらしいんですよ。で、まあ、なんか一応、結構バズってる企画があって、渋谷のハロウィンで、なんか20万再生ぐらいいってる動画があるんですけど、これ、見ましたみたいな。すごいっすねみたいな。で、僕も YouTube 実はやってます。で、ガワチャンネルっていう名前ですって言って送ったら、まあ、返信が来て、まあ、YouTube 見てみるねみたいな。で、結構なんか、あ、攻めた企画、そっちもやってんだねみたいな感じで来たんですよ。で、じゃあコラボしようよって言ったら、いや、なんかそれは無理ですみたいな。その理由が、今日の夜もご飯が食えみたいな。で、なんかご飯を先輩にどうおごってもらうか、ちょっとそれしか頭にないぐらいとか言うもんで、じゃあ飯おごるんでコラボしましょうよみたいな。っていうふうにちょっと言ってみたら、ぜひともコラボさせてください。ガワちゃん大好き。すごい優しい方や。LINE ペイでお気持ち分ください。ズームでコラボしますかって来たわけ。うんうん、だいぶキモいよ。じゃあバックレようぜ。で、この後、ズームで、まあ、コラボをするっていう話になってるんですけど、まあ、バックレます。ありがとうございました。ありがとうございました。ガワ、まあ、ちょっとこのホームレス謎が多いっていうか、まあ、ちょっと突っていきたいと思います。それでは行ってみよう。はい、ということでね、じゃあちょっと郷田中さんとつながってるんでお呼びしたいと思います。はい、田中さん。はっはじめまして。はじめまして。はじめまして。ガバちゃんと申します。ゴー田中と申します。行きます。挨拶していいですか。お願いします。ゴーン、ゴー田です。あーい、あーい。ついてきてない。乾杯をお届けさせてもらっていいですかね。乾杯、酒飲むんすか。あ、僕自分昼間から酒飲むんですよ。マジ？ちょっと先輩から金パクって買ってきました。マジか。やばいっすね。え、一人で飲み始めとるやん。めちゃめちゃ飲んどるやん。はい、って感じでちょっとね、田中さんの動画一人見させてもらったんですけど、ほんまにホームレスなんですか、まず。あ、ほんとだ。なんか結構リアルじゃん。そうなんだよね。うん、見てて普通に家で撮ってるから、はい、どういう感じなのかなと思う。先輩の家に居候させてもらってるんですよ、今の自粛中の期間だけ。外怖いから、ウイルスかかっちゃうから自分だから、はい、頼むよって、俺を殺したいのって先輩に言って、もう無理やり居候させてもらってます。ああ、じゃあコロナの期間中だけそこに住んでるってことですか。そう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 。コロナ終わったら外、外ですね。外っていうか東京行きます。普段は渋谷とか恵比寿とかの居酒屋とか公園とか友達家とかに泊まってるんですよ。生活資金とかそういうのってどうしてるんですか。はい、生活資金は基本先輩の金ですね。本当やん。やべえやん。ちなみに今財布にいくら入ってるんですか。あ、今すか。今は、まあ、結構入ってるですね。なんとなんと30で5円玉2枚で44円ありました。別じゃねえか。いや、本当にこれ見せるよ。じゃあ通帳。え、なになに。通帳の全財産の最終見て。最終。あ、220円。うん。これ全財産。これ結構ガチちゃう、多分。みんな信じてくんないんだよ、俺が簡単に太ってるから。そうっすね、普通に太ってるし、撮影機材とかも結構持ってるじゃないですか、 GoPro とか。あ、あるある、カメラとか。うん、ねえ、あれどうやって買ったんですか。あれは全部先輩とかボスっていうね、社長陣にごまつって、はい、買ってくださいって、俺 YouTube やってるんでって言ったら、ポンポ買ってくれるから。はい、あ、ラッキーって言って。いや、マジやべえよこいつ。自分の金じゃないってことですよね。あ、じゃあ自分の金じゃ買わないぞ、そんな機材なんか。もったいない、もったいない。初めてセックスしたのいつですか。自分童貞なんすよね。いや、嘘っすよね。いや、ほんと、ほんと。ほんとに全く何もしたことないですか。全く何もしたことないですね。え、手つなぐのありますよね。あります。チューもありますよね。あります。してもらったのはありますよ。え、やってね。あ、課金したのか。風俗ってことですか。あ、ごめんとです。ピンサロです。課金してんじゃねえか。課金。え、ちなみにじゃあそのお金は自分で払ったんですか。あ、自分払ってないです。あ、やべえわ。やべえ。じゃあ好きなタイは。タイ、タイ。タイってなんすか。タイ、だからやり方です。え、エッチの。エッチのっす。後ろからつくやつやりたい。願望じゃねえ。願望だよ。やってみたいタイだった。YouTube をじゃあやろうと思ったのはなんでですか。 YouTube は一発逆転したくて。ああ、なるほど。
変えちゃかったから YouTuber って儲かってんだとテレビで知ったから、あ、じゃあ俺やろうかなと思って。めちゃめちゃ単純。よく言われてる。でしかも俺捨てるもんないからさ、もう命しかないから、あと残ってんのか、だから何でもできんなと思って。なんか飛んでるしバカだけど、なんかすごいね、いいバカだよね。まあなんかいろいろ話聞いて、まあいろいろぶっ飛んでて結構やばいですけど、結局今生活してるお金は全部先輩の方からくすねてるというか、ですね、先輩からくすねてるお金が8割、当社から、巻き上げてるお金が1割、ボスっていうね、機材とか買ってくれる僕にパパがいるんですよ。パパ活してるんですけど、そのパパからもらう現金が1割です。やべえな。視聴者はこういうお酒とかやっぱ僕ん家に届けてくれたりとか、東京とか行くとご飯おごってくれるんですよ。マジ？視聴者に置いてもらってるんですか？へー、ありがたいことに。そのお酒はちなみにそれじゃあファンからもらったってことですか？あ、これですか？はい。あ、これは昨日の夜先輩の財布勝手に持ってってコンビニに買ってきました。え、クズやん。ほんとガワガワガワチャンネル登録よろしく。めちゃめちゃクズやん。クズですか？うん、いや先輩の財布から取るわ。それやっちゃってますよ。あ、いや、やっちゃってる。やっちゃってる。事故報告はしました。あ、てか、あれですよ、ガワちゃん、LINEPay 早く送ってくださいよ。LINEPay？ 今話聞いてたら、あれっすね。ちょっと上げるのやめます。上げるのやめます。あ、聞こえなかった。回転が悪かったのかな。上げるの、はい。やめます。え？なんで？結構、なんか上げたくないな。約束と違うじゃないですか。嘘つき、クズ、嘘つき、バカ。これあげればいい。あ、これあげる？うん。それじゃあちょっと郵送するんで。いや、いらない、いらない、いらない。現金でください。現金で。100万円ですね。そう、100万円なんで、これ住所教えてください、今。100万円あげます。いや、ふざけてるわ、それは、ガワちゃん。100万円。まあ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 、分かって、じゃあさ、俺お互い YouTuber じゃん。まあそうですね。でしょ？笑いの自信あるんでしょ？多分 YouTuber なんですから。まあまあ笑わせる自信はありますね。そうなの？え？あるね。ここで違う。いや、あります、ありますよ、俺らありますよ。じゃあなんでお前、ちょおかしい。はい、ちょパワーバランス考えろってお前。はい、俺のチャンネルで今度はお笑い3本勝負しようよ。で、俺が勝ったら3000円よこして、俺に。まあまあまあ、それはいいですけど、ちょっとそれだとつまんないんで罰ゲームつけましょう。罰ゲーム？負けた方がお母さんに産んでくれてありがとう、はい、で、愛してる、これを伝えるっていう電話でです。あ、今回のコラボありがとうございました。また次のコラボ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いやだってこれだとお金払わないね、絶対済むから僕らラッキーです。僕らもう悪い、うん、ラッキーです。僕らの動画だけいただいたんで、ありがとうございました。いや、3000欲しいガワさん、ガワさん。まあ、勝てばいいんですよね、俺が。要は、はい、勝てばやんなくていいですし。え、じゃあ罰ゲームはちゃんと受けてくださいよ、ガワちゃんも。もし負けたら。あ、もちろんそれは出したからにはもう僕が受けますね。まあ、ロー君ね、頑張れよ。お前手抜くね。ほんまに手抜くね。お前他人くんだけど、お前ほんまに手抜くね。いや、頑張れ。お前ガチンくらいぞ。頑張れ。頼むぞ。俺の罰ゲームかなって。分かってる、分かってる。え、負けたら何？ガワちゃんが？ガワちゃんが罰ゲーム。僕が、親に言いますよ。チーム側の代表なんで。そう。え、じゃあもうこれ、本当に撮影とかなしで、ネタバラシとかなしでちゃんと電話しましょう。あ、いいっすよ、いいっすよ。いいっすか？そういうルールで、じゃあ罰ゲームそれでやりましょう、じゃあ。じゃあちょっとそんな感じで、ゴー田中チャンネルへ、続く！ガワズキッチン。ロー師匠。どうも、元朝の顔、早見心美です。絶対ちゃう。乗ってきましたね。もういい匂いが。ああ、音色だ。師匠のカレーが来るぜ。ラーメン一丁。チャリンコで離婚一周をすると決めた、あの日からいつまでもこの旅は続き、It's my チャリンコストーリー、 Honey my チャリンコストーリー。 YOW！